よっちゃんだって言ってるじゃん、その、あのバンドさんのやつ。あ、そうね、その日本のねロックバンドの方とか結構最近その綺麗なね、その綺麗な方をその使ってその PV とか撮るじゃないですか。そういう秘密があるんでしょ。そう、それでそのね、そのなんですか、アーカイブとして出るじゃない、アーカイブというかね、こう出るじゃないですか、チャプター画像みたいなやつ、チャプター画像みたいな、うん、それに絶対その綺麗な方を載せるんですって。そう、綺麗、サムネイルだ、サムネイル画像、うんうんうん、そうするとその上がるんですって、再生回数が、再生回数が、だからそれにしてるっていうこともある、戦略なんだよねみたいですよ。だからもうその辺はその時代だなって思いますね。まあね、そういう戦略が生まれるっていうのは、まあ、動画を見る人のしょうがないですよね、うん、差がと言いますか、差がですよ、うん、男はやるんですよ結局。確かにね、うん、今も吉野部のね、そのヤフートップは女性のくびれのね、くびれのとかね言ってるんですから、もうそんなこんな見てるやつもエッチなんですよだからもうそうですよ、そうですよ、だからちょっと綺麗な人いたらもう連れてくればいいですよ。これ下手したら僕らの谷間でも行けんじゃん。無理だよ一時期なかった、あのさ、ここをさ、ここ、あーなるほどね、これやってみてよこれでさ、そのこれであの伸びるかどうするの。でも相当アップしないと無理よ。ちょっとこっちから行くよ俺。いやだダメだよ、もうだって腕って分かっちゃうもん。ちょっとすいませんね。いけんの。全然いけてない全然いけてない。光の兼ね合いで見づらかったしでピントの顔兼ね合いでボケてたし。まあでもこれでやってね、ほんと伸びたらね、すごい、もうこんなちょろいもんないですよ、ちょろいもんないです